今朝、強制わいせつの疑いで送検されたのは、埼玉県内の小学校の臨時教員、斉藤智明容疑者29歳です。警察によりますと、斉藤容疑者は今年2月上旬、勤務先の小学校の教室で女子児童の体を触った疑いが持たれています。当時は授業の合間の休み時間で、教室には斉藤容疑者と女子児童の2人しかいなかったということです。女子児童が親に相談し、被害届を出したことで今回の事件が発覚しました。調べに対し斉藤容疑者は、すべて私がやった行為に間違いありませんと容疑を認めているということです。